新潟県立小出高等学校は新潟県魚沼市に所在する県立高等学校である。高小学校表示本校の期限は1948年に開校した小寺屋高校小出文庫を設置に遡る。1952年に小出高校として独立した後、町立や組合立への数度の移管を経て、1959年に県立高校となる。 2018年に創立70周年を迎えた。制定、1953年制作、星上一衣装は、雪下の形を表現している。制服のエンブレム制定、1994年制作、小出高校美術科教諭、現、小出高校美術科非常勤講師学制服に代わり、1994年度より改訂された、新制服のエンブレム用としてデザインされた。 学生服時代には金属製の工場バッジが製定品に設定されていたが、ブレザーの導入にあたり廃止された。一装には、小出地区の自然に囲まれた風景と生徒のイメージ等、見立て、ライトブルーとグリーンの2色を採用し、縦の中心部には、公明の頭文字、形を配置し、山や川の他水田や太陽、さらには雪景色をデザインに取り入れている。 ありがとうございます。